トロノモンニュースでは青山議員や守る会の話題が出しにくいのではと考えていますが、山田議員の名前は出しても大丈夫そうであると江崎道夫さん、トロノモンニュース百田直樹先生の隣で〇〇先生とかももっと応援してもらいたいという以前の動画でご紹介しました。今回は常念司さんからも名前が出ていたのでご紹介したいと思います。この動画を見てトロノモンニュースにタブーがあると思う方は高評価を、そうでない方はぜひコメントをお寄せください。2020年8月19日の水曜日のトロノモンニュースより、そして自民尖閣協会議員立法有志が勉強会発足、稲田智美さんですね。そうですね、山田博先生とかもいらっしゃるんで、ぜひ頑張ってほしいなと思います。こういうことはね、はい、とのことです。山田博先生とかもいらっしゃる、ぜひ頑張ってほしいという言葉は好意的に取り扱っているように伺えます。以前は2019年4月6日以降ではほぼ初めて守る会について言及し、それ以降も何度も青山発言、守る会発言をしていた常念司さん、現在百田直樹先生とはコロナ禍について、日本第一党についての見解の相違もあり、溝が深まっていると思われます。ただ常念さんはトラ8降板までは考えていないでしょうから、今の時期は刺激を与えたくないだろうと考えていましたが、この発言から山田議員をタブーとするような雰囲気はなさそうなことが改めて伺いました。また木曜日に長尾議員が話題に出た際に有本香里さんがディスっていたことから、長尾隆さんもタブーっぽい印象です。自民党を中から変え得るのは今のところ守る会が一番可能性が高いと思います。誰でもいいのでトラ8からもっと応援していただけることを望みます。健康くんはなんだかんだ言ってトラ8が好きなんだよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。